ルだよ。はーい。言わの？はい、今ひめるだよって。はい。本日の動画はですね、しゅうちゃんがね、にちゃにちゃな企画でございます。にちゃにちゃ。よだれてたね。もうにちゃにちゃしすぎてね、もう家具になるよ。ファニーちゃん。4月22日や一番くじホロライズ2が発売の日でございます。パワー。私の朝からですね、りゅうちゃまに付き合わされ引いてきましたよ、はい、前回引きに行った時はね、朝7時から発売みたいな感じだったから、うん、早起きしてね、6時半とかまでには行ってもう待機してみたいな、で結構人持ってみたいな感じだったけど、うん、今回は朝10時から発売で、かつ人も全然おらんくってな、人に遠慮することもなくな、制限とかもなかったからな、すごくやりやすかったね、うんうん、ファニチャー、ファニチャー。今回のホロライブの一番くじは、一番いい賞がビジュアルボードです。まあもっちのローンでりゅうちゃんは何狙い？おかげにしまってるでしょ。まあそのね、果たしてりゅうちゃんはそのボードが当たったのかどうかっていうのもね、注目しつつ、一番下のキュンキャラ賞から見ていきましょうかね。まあで、最後に何回引いたかは発表いたします。はい、ではキュンキャラ賞、こちらラバーチャーム選べる全10種類ですね。ラバースロープ何個当たったのでしょうか。はい、10種類揃うかな。1個おえい、1個おえい、2個おえい、3個おえい、4個おえい、5個おえい、6個おえい、7、8、9、10からの11。おい、10個きた。ジコン、この子たちは、はい、じゃん、誰かわかる？この子はボタンちゃん、うん、ボタンちゃんと、この子はわからんちゃん、フレアちゃん、フレアちゃん、あ、フレアちゃん、これなんや。そして愛しのオカイ、そしてブブキちゃん、そしてラミちゃん、はいはい、そしてからの風間いろはちゃん、いろはちゃん、みこちゃん、そして佐川たくるちゃん、違う違う違う、佐川たくるじゃないの、くろえちゃん、くろえちゃん、そしてあいちゃん、あいちゃん、キスな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 、やめてやめて、さっきのそらちゃん、さっきのそらちゃん、いつも間違える、やっぱ世代やからさ。わためちゃん、はい、はーい、よかったね、はい、11種類やからね、おかゆみちゃんがね、2個てっ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 てマグマグてっ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 てマグマグ、あー、ママ、何かわいい、なんか書いてあるよ、なんて書いてある、これマグマグ、おかゆー、今のカットがお願いします。よかったね、揃って、はいはいはい、はい、続きまして、はい、フレームスタンド賞、こちらはね、フレームスタンド選べる全10種類、こちらは何個当たったのでしょうか。じゃん、ふえい、に、い、さん、さん、し、い、え、ご、ろく、はち、動きが絶好調。9ってことは1個足りひんのか。笠間いろはちゃん、高松くらいちゃん、おかゆー、ゆきはな、ゆきはな、ボタンちゃん、ししろボタンちゃん、みこちゃん、さくらみこちゃん、わためちゃん、わためちゃん、時のそらちゃん、じゃ残念ながら9種類なんで、フレアちゃんがちょっと欠席で、はい、はい、よかったね、うん、おかゆん手に入って、うん、ではでは次、うん、チョコノッコ賞のチョコノッコフィギュア、全10種類こちらは選べませんということなんでね、何が入ってるかは分からん、さあ何個当たったのか、せーので、あー、さあ果たして全種類揃うのかどうか、はい、はい、せーの、じゃん、誰誰、えー、まさかのかぶり、うわ、
ラミーちゃん、せーの、じゃん、あー、ブタンちゃんだ、坂本クロエさんです、はい、せーの、じゃん、あ、あー、かぶっちゃった、クロエちゃん、さくらみこさん、せーの、じゃん、あ、かぶってない、いろはちゃん、いろはちゃん、渡辺さんです、うん、はい、あ、じゃあ最後3人で一緒にやってください、せーの、じゃん、あれ？なんてね。わーい、わー、なんでおかゆ持っとんの？あれなんですよ。姫の友達？うん、同級生の友達が、うん、が来て、でそのコンビニに引きに行った時に、うん、その子が出ました。いやー、よかったねー、うん、姫のお友達がさ、くれたからいいけど、くれへんかったらおかゆもらんで、こんなにやんのに、お前はい、感謝してちゃん、感謝して、姫のお友達、そう、いつも最新の動画見とるっていう、うん、はい、おめでとうございます。いやいやいや、ちゃんとおかゆになりきって言って、はい、おかゆになりきって、はい、どういう、姫ちゃんのお友達、シナモン、シナモン、シナモン、わざとやわざった。じゃあここからは運命のボードになりますよ、ボードに。まず風間いろは賞、この風間いろはビジュアルボードはゲットできたのかできなかったのか、どっちだ。うわーい、うわー、でっけー、すげー、すごいね。愛咲さんに1個あげなよ、みんな姫がもらうから。続きまして、坂本クロエ賞、坂本クロエビジュアルボードはゲットしたのかしないのか、はい、はい、ではシシローボタン賞、シシローボタンビジュアルボードはゲットできたのかできなかったのか、じゃあやったな。じゃあ続きまして、雪花ラミー賞、雪花ラミービジュアルボードはゲットできたのかできなかったのか、どうめっちゃ合うって感じ。あ、これ姫の部屋にすごい合いそう。確かに。いや、姫はボタンちゃんもらってくから。姫はボタンちゃん。あ、姫ちゃんボタンちゃん好きなん。ヘアドライブでボタンちゃんが好き。あ、じゃああげるあげる。ええよこれ。やばいやばい。続きまして、角脇渡目賞、角脇渡目ビジュアルボードはゲットできたのか、できてないのか、どっちだ。渡目。手に入らんかった、うん、続きまして、知らぬいフレア賞の知らぬいフレアビジュアルボードはゲットできたのかできたのか、なぜじゃない、さあ、フレアちゃん、あー、フレアちゃんまだ来てない、まだ来てないよ。じゃあ問題のおかゆんは後に回そう。さくらみこ賞、さくらみこビジュアルボードはゲットできたのかできてないのか、どちら。え、なんだ、かわいい、かわいい、うん、好き。じゃあね、りゅうちゃんのね、もう一人の推し、白神吹雪賞、白神吹雪ビジュアルボードはゲットできたのかできてないのか、どちら。わーい、やったな、りゅうちゃん、やったぜ。なんかこれさ、絵の感じが違うけど、描いとるイラストレーターさん違うの？違うな。では続きまして、トキの空賞、トキの空ビジュアルボードはゲットしたのかしてないのか、どっちだ。はい、やったな、はい。じゃあラスト、大鳥、大鳥、お、もうこれは問題よ、もうなんならこれを狙っていっとるみたいなとこあるからな。こんなに当たっとって当たってなかったら逆にめっちゃおもろいよな。では問題の猫またおかゆ賞、猫またおかゆビジュアルワードはゲットできたのかできてないのか、どちら。あめっちゃ可愛いやんこれ、めっちゃ可愛いな、うん、やったな、うん、
ということでね、今回はもう目的のおかゆもゲットすることもできたし満足。うん、うん、これね最初何回引いた？30引いて、その時点でおかゆんは2枚ゲットしたんやけど、まだふぶきちゃんがねゲットできてなかったんで、追加で10回引いたんで、全部で今回は40回ですね。40回引いてこんな感じ。どうですか？はい、みちぇーって感じですね。ちょっと気持ち悪いです。まあそんな感じでね、まあ、これでりゅうちゃんは次のテスト学年1期待大ということで、よかったチャンネル登録と高評価やめろ、バイバイ。あーいいね、は言っておかゆにお迎えに参りましたよって。わあいいね、どう左見て、うわ最高最高、かわいい、うん、ママとどっちがかわいい？声に決まっとるやろ、イカレとんちゃうんか。おかゆポーズして、うわかわいい、逆よ逆よとできる。はい、ということで今回も大満足でしたって、はい、大満足でした。